うわー、何ですかこれは。豚の尻尾です。豚の尻尾ですか。そうです。うわー、豚の尻尾を料理する人初めて見ました。食べたことない。ないです。あー、そう。じゃあ今日食べましょう。柔らかい。はい、ばば食べてみてください。これは豚の尻尾。めっちゃも食べる。あっちから気をつけてね。あっちにめちゃも食べてみる。どうやって食べようかな。すごい熱い熱い熱い。あ、めちゃ最初は真ん中刺さって、真ん中刺さってから熱いからこうやって、はい、熱いよ。でも真ん中骨よ、刺さらずできるよ。熱いよ、まだ熱いと思うよ、こう簡単ね。ね、でこれは皮ですね、はい、でこれが肉ですね。結構脂身の多そうなとこですよね、ここね。じゃあ食べてみます。やらかいよ。じゃあちょっといただきますね。怖いですか。大丈夫ですよ。大丈夫ですか。柔らかいですか。この感じでみんな、こういう感じなのね、はい。お酒と合うに合うですよ。ビール。あ、ビール。じゃあビールは。味としてはどんな感じの。甘い感じで、でも味はそんなに濃くないですね。ね、正直肉の質感はどんな感じ。スペアリブみたいな感じですか。いや、スペアリブとはまたちょっと違って、でもプリプリみたいな感じですか。コラーゲンプリプリみたいな。でも皮もしっかりしてますね。まーちゃんも食べてみたい。まーちゃん食べてみたいって思うね。まーちゃんはまだですね。まだね、ちょっとね、でも、美味しいですよ。これ懐かしい。フォークで食べるより手で持って食べた方が食べやすい。でもまあ、熱いから食べやすいですね。懐かしいですよ。ベトナムでは子供は何歳から食べるんですか。ちゃんと出てから。出てから。まいちゃん、出てますけど、まだ早いです。まだ早いですね。早いです。だって、まだ早いよ、まいちゃん。皮が硬いから、やっぱまだ完全に歯が生え揃ってないと厳しい。よく噛み噛みしないとね。じゃあ皮の部分だけ取ってあげて、肉の部分だけ食べさせるのはありかもしれない。そうね。それかもうちょっと圧力鍋みたいなので、本当もうトロトロに。そう。そうすればもうちょっとこれ皮や柔らかくなるような気がする。気がする感じだ。いつもはもうちょっと柔らかくしてる感じ。この場合はこの感じですけど、スープの場合は柔らかいですよ。多分これもトロトロになるぐらい柔らかくしたらもっと食べいいかもしれないね、この皮もね。なんか圧力鍋みたいなので完全にトロトロって、今回結構早い時間で作ったんですよ。早いね。じゃあちょっとこれの調理法に関してはもうちょっと勉強っていう感じですか。でもベトナムだともうこういう作り方ってことで、ただちょっと日本人の私たちが食べるとなんかもうちょっと柔らかめの方がいいんじゃないっていう意見があったのも確かで、あとこの味がもうちょっと染み込む感じに、これで切ったって、あと料理を染み込む、その方が美味しいかも。味が染み込む。